こんにちは。時計、メガネ、アクセサリーのリコードでございます。今回ですね、腕時計の鎖バンドについて、ちょっとご紹介したいと思います。今回ですね、鎖バンドですね、いろんな形あるんですけど、大きく分けてですね、これは、これ三つ折りって言いまして、これ今もあるんですけど、従来からあるこういう、これ爪だけでこうパチンとね押さえる、こうちょっとこう指で開けるとき、そういうタイプですね。それと、最近多くなってきたのがこのプッシュ式っていうんですね。この両サイドにこういうバネついてて、これでポンとこう開くんですね。締めるときはこうパチンとこう落とします。だから爪でこうやることないですよね。すごく開け沈めは取り外しは楽ですね、非常に。これも同じ、ね、プッシュ式になりますね。これちょっとね、金属状態入ってますよね、こう、入れずにこう。それで、あと腕時計の場合、鎖バンドの場合ね、こういう直結、こういう弓管対応と、これ、兼ねてるんですよね、これね。このまっすぐの、こういう、パーツもつけれるし、これをつけると、イメージこういうふうになります。ちょっとこう隙間空くような感じになっちゃいますけどね、どうしてもね。そういう場合はこの弓管っていうのなんですよね、実は。こういう弓管を使うと、こういう感じですね。こう隙間がこう開かなくなるんで、こういう感じで。これ両方こう対応できるようになっておりますので、はい、それとあと、こういう特殊なあれですね、この幅が、この付け幅が非常にこう狭い場合はこういう、こういうタイプで、あともうすり合わせてやる場合もありますし、もう全部そういういろんな時計の、形状に合わせて対応できますので、よろしくお願い申し上げます。